発飯テレビ検察庁法改正案に抗議します。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 発飯テレビもうこれ以上、保身のために都合よく法律も政治もねじ曲げないでください。以下略。発飯テレビ田中角栄現首相が逮捕に追い込まれたロッキード事件。その事件を担当し、以下略。発飯テレビ検事の定年延長問題。松尾邦弘現検事総長。閣議決定で定年延長を決める。以下略。発飯テレビ国会で決めるべき問題を一内閣の判断で決めるということは明らかに憲法違い。以下略。レディーゴかつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ不祥事を起こしても時間が経てば国民は忘れるだろうと考えて、日本、以下略。かつめしテレビ自民党の不祥事議員を粛清せよ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 。水初美です。こんにちは。はじめまして。
ミズ、あのおつかのことを聞いても。はい、何でしょうか。自民党の憲法改正なら僕は知らないですよ。これ嵐が勝手に連投してるわけだから。水、嵐に対して何も思わないんですかね、ショボン。だって嵐しかコメントしてないんじゃん。視聴者の一人だから。逆に嵐以外視聴者いないもんだって。逆に嵐がいなくなったら誰が見んの？マジで。水なら私が毎日来ればいいのです。どういうこと。じゃあ来てね。でも来てコメントして。まあどうせエトナ見たくなるんだろうけど。水くれるときは極力来ます。はい。あとなんか何かしら感想をコメントしてくださいね。そしたらなんかこうさ、こう話せるからこうなんかこう。水コメントも残します。はい、お願いします。はい。なんか来るだけでずっと見てますみたいなのが一番困るからね、マジで。嵐について思うことがあるんですかって思わないわけないじゃん。だってこいつだけはコメントしないんだからさ、仕方ないじゃん。マジで昔はこれでも賑わってたんだけど、なんか最近もう無理だから。だからなんかもう田舎の駅みたくなんかこう人が来た時だけ対応することにしてる。もうそうしないとストレスがたまる一方だからさ。水、何かあったんですか？いや知らない。普通に配信してたら人が減っただけ。まああと逆恨みとか。基本なんかね、仮想配信って視聴者が上から来るから。そもそもなんかポケアナ配信一部の有名な人以外も誰も見てないそれもあるんじゃないよ。カンネギプイとかでもだいぶ減り、昔より減ったからな。だいぶ有名どこでもね、どこも右肩下がりなんでしょ、視聴者数は。水、やっぱユナイトかそってるですね。うん、まあ人がいるとこにはいっぱいいるんだけど、なんかあの河川化が進んでるよね。こう人がいるとこといないとこのこう差ができちゃった。まあ、あの大体決まったから、勢力図は。新しいゲーム特有。
まあ新しいゲームは大体まあそうでしょ。だってわざわざ何もコメントないとこに書き込むなんてほとんどの人は思わないから。で元から人がいてもさ、もう大体こう最初のこのゲームがスタートした時のバフが終わったらもう大体もう無理だろ。だ漏れたとこはもう人がいなくなってこう配信がだんだん減ってくっていう感じになるんだろうけど、俺はまあだらだらたまに自分がやりたい時続けてるだけからあれだけど、続けてるけど大体撤退した人も多いんじゃないかな。そもそもプレイ人口もだいぶ減ってきてると思うし、まあでも人がやるときもそれはそれでストレス溜まってたからな。だから気違いの相手しなきゃいけない。なんか無難にこう人がいっぱいいてこうなんか普通にコメントが流れる配信やりたい。数は増えてやる人は減る。うん。だってソロランクソゲーだから。でプリメはランカーの配信をみんな見るだろうし。いつもわけわかんねえや。うん。なんか無難にこうコメントが流れる配信が一番理想なんだろうけど、でももう気違いの相手は疲れるからしないことにしたし、人がいるときにこう喋って、いないときはこう黙る、黙ってずっと自分がやりたいだけやって飽きたらやめるみたいな。昔みたく5時間も6時間も意味なくやる必要はないよ。でもそもそもなんかだんだんとこう義務化していくとよくない。趣味なんだからこんなの。そういう感じでメンタルやっていけば、まあ、たまに血が昇ることはあっても、そこまでストレスにならないかも。